麻生川静雄は、日本のリベラルアーツ研究家。企業人向けにリベラルアーツ教育に関する講演を行っている。IT ベンチャーの顧問、カーネギーメロン大学日本校プログラムディレクター、京都大学産官学連携本部准教授、リベラルアーツ教育によるグローバルリーダー育成フォーラム主催、運営を歴任した。博士、大阪府生まれ、京都大学では、 流体工学を学び、米国カーネギーメロン大学でコンピュータ工学を学ぶ。その後コンピュータソフト業界、IT 業界で職歴を積む。学術では、徳島大学で人の音声の発生原理を解明した博士を取得。社会人となった当初は、機械設計に従事、ついでソフトウェア開発に従事、プログラマー a s ソフト開発プロジェクトマネージャーなど、 ソフトウェア制作の現場の経験を積む。1990年にアメリカのベンチャー HNC Inc. との技術提携を機に社内ベンチャーを立ち上げニューラルネットワーク技術をベースとしたデータマイニング事業を立ち上げた。クレジットカード業界及びデータベースマーケティング業界における大規模データにデータマイニングを適用する実績を数多く作った。データマイニング以外にも 金融デリバティブや知識共有のシステム作りなど幅広くコンサルティング業務をこなした。2005年5月から2008年3月まで神戸のカーネギーメロン大学に本校にてプログラムディレクターの職に就く教育プログラム全般の統括責任者。一時期教授職も兼務して教育も行った。2008年4月から2012年3月までは京都大学。 産官学連携本部のイノベーションマネジメント、サイエンス寄付研究部門でベンチャー支援に関わる研究、教育に従事した。ベンチャーの組織、人事の科学的評価手法を研究する研究プロジェクトを遂行した。京都大学以外では関西の数校の大学で非常勤講師を務めた。現在はリベラルアーツ研究家として活動中。その一環として、 国際人育成のためのフォーラム、リベラルアーツ教育によるグローバルリーダー育成フォーラムを主催、運営している。また個別の会社の企業人向けにリベラルアーツ教育に関する講演を行っている。IT 技術動向に関しては、2019年6月からインプレス社の IT リーダーズに、麻生川静雄の欧州ビジネス IT トレンドとして、ヨーロッパ、 とりわけドイツの IT 事情を紹介している。西洋文明の根幹であるギリシャローマへの興味が、孔子、古典ギリシャ語及び、ラテン語を40歳過ぎてから特集する。古代ヨーロッパへの興味の発端は、モンテーニュのエセイとショーペンハワーの随想録。他に、プラトン、プルターク、キケロ、セネカ、スウェトニュースなどを好む。タキトゥスの引き締まった文体は漢文を連想させるという。 語学が堪能で、英語、ドイツ語とも上級レベル。フランス語は中級、オランダ語は初級。古典ギリシャ語、ラテン語は辞書を引きつつ読めるレベル。漢文は上級レベル。中文は多少読める。プログラマーとして C 言語で数十万行ものプログラムを書いた過去の経験を活かして、中国や台湾のサイトから漢文をヨーロッパのサイトからは、 ギリシャやラテンの古典語の文章をダウンロードし、日本語の環境で自由自在に検索するシステムを構築する。現代は知的活動に関しては非常に恵まれた時代と述べ、今人類4000年の特等席に座っていると語る。好きな言葉は不休級を吹き、不積積を品繊。ありがとうございます。